月24日、大友市を NHK 大河ドラマにしようというフォーラムが開かれました。中津市が10年がかりで黒田官兵衛の誘致に成功しましたが、大友市はどうなるでしょうか。大友、8日前です。なんです。南北 2.2 キロ、そして横浜が約800メートル。これが城下町です。このセリフがですね、この1秒に思いを込めたセリフなんですけども。会議所の6階で、大友総理の NHK 大河ドラマ化を目指しているということで、今、大友市フォーラムということで。次が赤穂浪士、そして次、開港期。まあ、こういうふうにね、それから龍馬が行くとかね、なんか、私は総理さんを演じるとしたら、野村萬斎さんがいいと思うんです。総理さんのキャラクター、見てると、なんか野村萬斎さんに見えてきますよ。政府と皆さんのご署名をお願いして、ここで立っております。できるということは、すべての拉致された日本人、そして日本人以外の多くの外国人の方々が、それぞれの家族のもとへ帰れるということを前提として。